平和通りは、福島県福島市にある通りの一つ。国道13号の船場町交差点から、本町交差点までの区間。平和通り、第二次世界大戦中の1945年7月、福島市中心部に、防空空地と空地帯を設ける、要、防空法に基づく、建物の強制疎開が、福島県によって指令された。平和通りは、 空襲被害から都市を守るために、この時建物が疎開させられた後の防空空地帯が元になっている。終戦を迎えた年の1945年10月、福島市の都市計画により、栄町、船場町線として、道幅40メートルの街路が計画された。実際の整備は1947年から1953年までの6年間に、 渡って進められた。1953年7月7日から1973年4月17日まで国道4号であった。平和通りの愛称については、地元の大町町内有志の会から発案があり、評判板を立てるなどの自主的な運動が行われた。その後、市との話し合いがあり、この平和通りの愛称が認められていった。 完成当初の道路の中央分離帯にはグリーンベルトと呼ばれた花壇が設けられていた。また、ここには大田良平作の少女の像が飾られていた。なお、昭和30年代に入って、このグリーンベルトは車線の拡張のために撤去されている。近年では下り線の左車線が時間帯によってバス専用車線となり公共交通を優先する。 町づくりの取り組みが始まった。かつて、船場町交差点、大原総合病院の西側、本町交差点に、歩道橋が設置されていた。と、ありがとうございます。